動画は書道団体書風の垣根を越えて初心者から楽しめる書道放送を目指してお送りいたします。あのローザがいなかったから寂しかったやろ。寂しかった寂しかった。ずっと俺だって一人でやってたんだよ。ごめんなさい、本当に申し訳ないです。まあそんなに思ってないと思うよ。おい思ってないと思う。おい、ローザいなくても楽しくやらせてもらってましたから。ひどいこと言うよね。なんでよ。冷たいね。冷たくない冷たくない。江戸時代の吉原の話やったの。江戸時代ですな。違う。江戸時代、江戸時代、はい、に吉原って何か知ってんの？知ってるよ。今で言う。だから、うん、今は浅草の近くや。のあれだよ。あの男の人が遊ぶとこだよ。だから遊女だよ。遊女やってたの？そうよ。何人設定だよ。え、これ日本人に決まってるやろ。嘘で、まあ、ちょこちょこ、あのちょこちょこね、あの出てるんで、大体何週間に1回、3週間に1回ぐらい出てる。もうちょっと少ない？3週間に、うん、まあまあまあ大体死んでる白人がいたらこいつです。化粧してると分かんないんだよね。いや、あの化粧っていうよりカツラかぶってたりするから、はい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 、茶髪とか、うんうん、俺も分かんないもん、あれ。みんな長い髪とか、そう、うん、だからちょっと分かりにくいかもな、うん、分かりにくい。俺知ってて見て分からないもん。おい、あ、分かってくれよ。それこれローザかなみたいな、うん、でもメイクがうまいからね。まあね、テレビの人ね。この放送は、団体の垣根を越えて、初心者から楽しめる書道放送を目指してお送りいたします。書道の話のコーナー、吉永先生、ようこそ。ようこそ。めっちゃあるやん。めっちゃあるってこれ。これこめっちゃ長いんですけど。インで何やったっけ、あのなんか梅肉みたいなやつ。もう梅肉みたいな。梅肉を固めたみたいなやつ。そうそうそう。血のりみたいなやつ。そう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 。そう、それそれそれ。インで、あ、持ってるんだっけ。いや、なんか一回だけ、ちょっとずっと前。まあ、買ってみて使ってみたらすっごい使いにくくて、すごい使いにくかったのか。うん、なんかうん、え、なんで使いにくかったの？分からん。どういう使いにくさなんだよ。普通に押して、もう使いにくいってあんま分かんないけどな。まあ使いにくいか分かんないよね。でもうそれは諦めて、うんうんうん、普通のなんかこうなんか赤いなんかでスポンジがついてる、こうなんか手肉ってやつね。そう、はいはいはい、あれにしたの。はい、あれの方がいいですよ。普通の人は。あれ普通はそんなに普通に使いにくい。まあ使いにくいでしょうね。やっぱり用途が違うから、うんうん、ただなんて言ったらいいのかな、公文書っていうかね、割と保存をしなきゃいけないものはやっぱり印伝の方がいいっていうふうに言いますけどね、うんうん、やっぱ保存性がいいから、はい、でいわゆる朱肉っていうのは文化朱肉っていうんですけれども、うんうんうん、材料が違うんですよね。はい、そのスポンジのやつと、そう画面じゃちょっと赤いかな、うん、本当はもう少しオレンジがかってますね、うんうん、まあ、こういう陶器の入れ物に入ってるわけですね、はい、こういうふうに、まあ、こういうもんで原材料はというと、はい、ちょっと今日持ってきたんですけれども、あ、私見るの初めてです。これこれが朱砂、こういうもんです。これくしゃみしないよね。これ硫化水銀ですか？そうです、ね、硫化第二水銀でも言うのかな。硫化第二水銀っていうのが正しい言い方だと思うんですけれども、ね、まあ水銀って言っても、まあこれを食べちゃえばそれは害になるんですけど、普通にこう触るぐらいだったら全然問題ないが、はい、もぐさ、もぐさっていうのはご存知の方がいらっしゃるんですけども、ローザなんか分かんないな。日本人はね、お灸っていうのがあるんです。はいはいはい、お灸分かる？はい、お灸のもぐさと同じもの。え、そのお灸のそのあれになってるやつと同じ。あ、
私の理解です と、種でも色が違う、うん、種差っていうのは赤っぽい色で、うんうん、種標っていうのは黄色っぽいっていう、うん、これいろいろ文献なんか見ると諸説があって、種標っていうのはもしかしたら本種じゃなくて硫化水銀の種じゃなくて、いわゆる顔料っていうやつですね、うんうんうん、という説もあるんですけど、本種だっていう人もいるんですけどもね、うんうん、中国の製品っていうのは紙なんかもそうなんですけど、非常に秘密のベールに包まれてるとこが多くて、我々もあんまりよく分かんないとこがあるから、印泥なんかもさっき言った3つの原料があるっていうふうに言ってるんですけれども、うんうん、実はそれだけじゃこういうものはできないんです、うん、なんか秘密のね別の油を入れたりなんかするんですよ、うんうんうん、でこの種なんかも本当にそんな単純なもんじゃないらしいんですよね、うん、単純明快な言い方をすれば、その種差と種標の分量によってその色が決まるって。だから種差はさっきも申し上げたように赤系なんで、それを使うと赤系の色になる、はい、で種標が多くなると黄色っぽい、うん、さっき画面で出たうまく出たかどうか分かんないんですけど、お見せした立派な入れ物に入ってる印泥なんかは割と黄色っぽいんで、種標が多いっていうふうに、推測されるということですね。じゃああれだな、なんか質問で、日本では作ってないんですかという質問は。日本でね、昔作ってたんですけれども、今はちょっと作ってないみたいですね。いろいろ私もね、今回出演するんで調べたんですけど、はいはい、僕が天候を始めた頃は和肉って言い方をしたんですけど、言葉出てきますね、和肉って ね日本製の印泥っていうのはあったんですけれども、はいはい、あと有名なのは当時の大蔵省印刷局、今は、財務省印刷なんとかですよね、そこで作ってた印泥っていうのがあったんですよ、実は、はいはい、そこで作ってたのかどうかわかんないですけど、はい、下請けに出してたのが、うん、それは非常に質がいいっていうことになってた。だから物の本によると、戦前は日本の印泥の方が中国の印泥より質が良かったっていうふうな、へえ、本読むとそういうふうにきますけど、でも私なんかの年代っていうのか、私今62なんですけれども、転校が始めたのは20歳ぐらいなんですけれども、その時でもやっぱり日本の印泥を使ってる人っていうのはほとんどゼロに近かったですよね、いわゆる転校から。まず3つの代表的な印泥っていうのがあるんですよ、はい、これは上海の清麗印社というところが一応販売してるものなんですけれども、他の、はい、会社も発売してるもんなんですけども、先祖美麗光明っていうのは、これは大体3つの代表的な、なんていうのかな、種類区分け、色の分け方なんですね。そうなんです、ね、というのはいろんなメーカーがこの名前で出してるんです。だから大体お値段っていうのが、売ってる値段っていうか、光明の約2倍のお値段が美麗、美麗の約2倍の値段が専属、専属がもう一番この3つの中ではトップなんです、はい、これはクイズじゃないです、この3つの中というと、はい、これよりもっとトップがある。もちろんだからさっき見せたのなんか、これなんかの5、6倍高いって、専属の5、6倍高いのかな、あれで5万円ぐらいだから今売ってるね、うん、だからあれこで、うん、今の印泥っていうのは割と油っぽいんです。油をいっぱい入れてるんですよ、うん、それで油をいっぱい入れてると、あんまりうまくつかないんで、うん、そのこれをつける、付け加えるわけです、うん、入れて、混ぜちゃうわけ、うん、そうするとベタベタがだんだんこうしっとりしてくるっていうかな、うん、だからこれは
品でベタつき防止繊維っていうことで売ってるんです。ああ、モグサとして売ってないんですね。印でベタつき防止繊維って。だから買うときは印でベタつき防止繊維をくださいと。まあどこの書道用品屋でも売ってるわけじゃなくて、東京だと2カ所しか売ってないみたいな、ね、はいはい、じゃあこれを足すっていうわけ。足すのベタベタの場合、もう こんな状態だったら私のやつは状態がいいから足す必要はないですけど、うん、足すとかえって硬くなっちゃうんですけども、うん、あの買ってきたばかりの、まあ皆さん経験あるかもわかんないけど、あの買ってきた ばっかりの印泥っていうのは、まあ、あのこう平らになってるんですけども、うん、はい、平らになってるやつをこうお団子状に練って使うわけなんですけど、お団子状に練ってもベタベタでね、実際うまくこうつかないっていうことが多いんですけど、じゃあ練らないと、うん、ね、練って それで油分がもう必ず新しいやつが多いから、うん、少しあの でさっきも言ったように蒸発しないから、うん、蒸発しないからしょうがないんで、まあいろんなことやってる人がいるんだけど、油取り紙で油取ったり、うん、でまあこれは正統発症おかしいんだけど、このもぐさを足していくのがまあ一番、うん、まあ、正統的な油をこう油分を減らす方法ですよね。多分私がそのずっと前使ったやつは、うん、こう押してもずっと乾かない。あ、でも印泥はこれすぐ乾かないよ。うん、だから今言ったように日増し油を使ってるから乾かない。だからベタベタなやつをこう蓋を開けていた状態で放置しても、うん、あんまり蒸発しないんですよ油が、うん、だから油取り紙で取ったりとか、うん、さっき言ったようにもぐさを つけ足したりとか、うんうんうん、そういう方法で、まああんまり印泥をいじるっていうのは本当のことではいいやり方じゃないんですけれども、うん、まあしょうがない場合はそうするわけなんですよね。だからあと私なんかもあんまりこうベタベタだとこれ入れたりなんかすることもあります、うんうんうん、まあほとんどそういうことはしないですけど、で高いんでちっちゃおかしいんですけど、公式油のまあこれは珍品なんですけど、珍品なんかはそんなことは全然する必要はないですよね。やっぱりいいやつは最初から結構いいですよね。何個か質問、先ほどから来てまして、まず、はい、これですね。珍品というのは最高級ですかと。まあ、印泥っていうのは珍品、製品、上品があって、あって、あ、ここの説明書はあってしか書いてないんですけど、はい、その中で一番高いのは珍品で、例えば日本の書道界でも、朝日二十人展のメンバーである、関正人先生なんかはやっぱりこの公式油の珍品を使ってます、うん、まあそういう影響で毎日展の展国部は公式油の珍品を使ってる作家が多いですよね。印泥の使い切りの最後はどの辺、要は印泥の寿命ですね。要はインクは徐々になくなっていくと思うので、でもどの辺で終わりですかっていう。まあ硬くなっちゃったらもうダメでしょうね。さっきローザがおっしゃってたんですけれども、いわゆる文化朱肉っていうのありますよね、はい、文化朱肉の、まずスポンジに相当するのがこのよもぎっていうか、もぐさなんですよ。でこれは基本的には減らないんですよ。ですから減るのは油と朱なんですよ、朱砂、うんっていうかな、まあもちろん顔料も入ってるんですけど、この2つが減っていくわけですよ。そうするとどん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 硬くなっていくんです。反対に最初はベタベタなんだけれども、うんうん、使えば使うほどそのスタンプパッドでいう油と顔料が減っていくから、うん、これが残る、これしかもぐさしか残んないから硬くなっていく、うんうん、そうするともう硬くなると使えないですよね。でどうするかっていうと、陰のその陰油っていうのが売ってるんですけど、陰油を足せばまた復活するっていうことになります、ね、それは陰油っていうのは何ですか。だからその日増し油と、うん、酒が入ったもの。ただ今日本では売ってないと思いますよね。油だけは売ってますけど、油だけは売ってるんだけど色つかないですよね。色つかない、ただ単に薄くなっちゃうだけ。まあそういう人は、まあ、プロでなければ
普通の値段の飲料を買い替えた方がいいでしょ、もう。うん、だから、私なんかは、こう、硬くなっちゃうんで、こういうのを入れるんじゃなくて、反対に飲用を入れるんじゃなくて、はい、新しいベタベタの飲料を、混ぜて、適当にいい状態。はい、私もそっち派ですね。だから、私の場合、3種類、同じ専属、専属だけなんですけど、専属は3種類持ってて、ベタベタのやつ、中間のちょうどいいやつ、硬いやつ。硬いやつは硬いやつで使い方ができるんです。要するに仕上げですね。我々プロは二度押し三度押ししますんで。この二度押し三度押しってすごいですね。あれずれないで押すんですもんね。まあ それは当たり前ですけど、プロだからって言ってしまう。あれはすごいなと。素朴なところで、だからそれぞれ押し方っていうのは天国家の先生でいろんなやり方をやってるんですけども、うん、私の場合はインクを2つ使って穴みたいにしちゃって、はい、インクっていうのはですね、T 字の、まあこれちょっと やりにくいですけど、そうですか、まあ、L 字じゃないんですか。 T 字はこうこれで、いや L 字はこういう形ですね、はい、そうですね、こういう形でこう押す、はい、これを2つ使って押されてると。まあ L 字だからね、はいはい、2つ使で四角にすると。四角にすれば動かないですよね。はい、あったり。まああと、中国製品っていうのは、中国人っていうのは、だって iPhone とか iPad だって偽物作っちゃうんだから、非常に偽物が多いから、日本に入ってきてるものでも。まあ、その直営の店で買えば、そういうことはない。専属、美麗、巧妙でも、上海の精霊院社だけじゃなくて、はい、日本で売ってる代表的なのですと大観、横山大観の大観、大観印泥という、大観印泥の方が、上海の精霊院社の印泥より高いです、はい、高いし、まあ、いいというふうに言われてます、はい、でもなかなか売ってるところはないですよね。話になっちゃうんだけども、書の作品っていうのは、例えば日本で有名な書家の作品っていうのはそう売れるもんじゃないんですけど、中国の場合まあ売れちゃうんです、はい、要は日本は書道の作品、書の作品を買うという市場がないけども、そうです、でも中国にはそういうマーケットがちゃんとある。有名な書家の作品だったら、例えば50万とか日本円で直して50万とか100万円でどん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 売れてるわけなんです。動いてるわけ、日本の、まあ日本というか世界的に言えば絵画みたいな形で動いてるわけなの、現代作家なの。日本の場合の書道の現代作家の作品っていうのは、まあ私が言っちゃうと身も蓋もないんだけど、まあ多分売れないですよね。毎日書道界の審査会員です。実際には僕いわゆる生産コストですよね。生産コストの部分で言うと、はいはい、まあ印泥なんかもお高いやつでこう綺麗に押せるやつを使うっていう傾向がありますよね。だからそういう国営をやめて自分で会社を起こした方の印泥なんていうのも高くてもどん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 、まあ、中国の書道家の先生は買うっていうことです。 あと陶器の対象になってるっていうのもあるんですよ、書道の現在資産価値として、うん、はい、だからもうブームが去っちゃったと思うんですけれども、紙厚生杯っていう、まあ、書道やってる人は分かるんですけども、はい、有名な紙ですね、一番いい、はい、まあ、メーカーですよね、はい、そこの古い20年前30年前のパッケージしたまんまの、まあ、半切なり紙が、例えばこう金みたいな、金みたいな株みたいな形でこっちからこっちを動かすと何十万円とか、書道の作品が売れるっていうのも一つの陶器の対象になってるわけ、偉い先生の作品を持ってればまたそれで値段が上がるとか、そういうこと。院舎っていうの2箇所あって2箇所あって、これ2箇所あって甲州の精霊院舎っていうのがあって、はい、それから上海の精霊院舎があって、はい、上海の精霊なんだけど別の会社があって、別の会社ですよね、で別の精霊院舎があって、それぞれ印泥を作ってると、印泥を販売してると、うんうん、まあ甲州の精霊院舎でも印泥を販売してるだろうけども、まあ有名なのは上海の精霊院舎で、上海の精霊院舎っていうのは印泥、まあ、屋さんですよね、
それで実際はこれはまあベールに包まれてるんですけども、下請けの会社があってそこで印税は実際は製造してるっていう風にな解釈でいいと思うんですけど、まあそんなこと知っても役に立たないですけどね。まあぜひあのどっか行ってね、印税屋さん行ってこれはいいんだみたいな言われて買って帰って吉村先生に見せてください。そうですね、あのさっき言ったようにあのこのように珍品みたいなのは結構いろんな方が独立されて今やってる現状もあるんですね。だからどん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 いろんな、まあ、メーカーっていうのができてることは事実らしいんですよね。そういうのは日本に入ってこないです昔、やっぱり書道用品屋に頼る以外ないと思うんですけどね。書道用品屋さんはある程度の、まあ、聞けば見識であの品物を仕入れられてるから、だから書道用品屋でも、まあ、あのスーパーみたいな売り方をしてる書道用品屋さんっていうのはあるんですけども、ありますね、あのそういうところっていうのはその店員さんが商品知識を持ってるわけじゃなくて、まあ例えば、まあ私なんか近いんで横浜の人間なんでゴールデン文具さんなんかですと店長さんが天国やられてる方 で私なんかもあのまあこれもそこで買ったんですけれども、これはいい印税ですかって言って、偽物じゃないですかって、まあいい印税っていうのは要はあのまあちゃんとした本物ですかということですね。そう一応聞いて、まあ本物じゃなかったら承知しないよみたいな言い方をしてね、ああ脅されたわけですね。まあ、 あの信用に関わる問題ですからね、それは返品とかそういうのも含めて、まあ、そこでいや偽物ですとか言えないんですよね。いやまあ偽物だって物が良ければいいんでね、うん、やっぱそれ分からないんですよ、その物がいいかどうかが。まあだからその店で買う時は、うん、もうそういうフィルターを通す以外ないですよね、うん、もしくはまあそこで物いいものを買ったら、よかったら次もそこで買うみたいな、はいはい、うん、だからなかなか難しいですよね。天国関係のものっていうのは難しい。石なんかもそうですけど、今石は質がすごい悪くなってますよね、青蓮石なんか。あ、もう掘れないやつなんかありますからね、はいはいはい、だって面白かった。ずっと どんなものかってずっと分かるのかって、台本見てもよく分かんなかったの、うん、そうだよね、こんなもんね、うんうん、これだってアメリカ人見せても意味分かんないね、何に使うものって、うん、いやまあ一応そのまあ、今の時点では分かるけど、その、うん、あのこのハンコというかあれを押す時の、うんうん、で使うものって分かるけど、うん、でも何物で作られてるのとか、うんうん、もう変なものやからさ、まあそうだよな、気持ち悪いもんだよな。全然なんやこれって感じ。まあそうだな、うん、俺嫌だよね、ペタペタしててね。でまさかなんかこのよもぎのあれが入って、よもぎじゃない、あのもぐさ、よもぎはあの緑の葉っぱで団子になるやつね、間違えないように。さっきからよもぎが集まっちゃって、あもぐさだから、うん、私よくもぐさといぐさが分からない、まあ、よもぎともぐさそんな変わらへんやろ。実はさっきも言ったように油とこういうもぐさとそれから酒が入ってるんですけれども、これ当然油だからこうほっぽっておくとこうだんだん分離していくんですよ、油が。それでこのもぐさっていうか、この植物繊維が植物繊維ですから、油と酒に浸ってないと腐るんです。だから、うんうん、時々説明書に書いてあるんですけど、こうかき混ぜないといけないですよね、違うやつだからこうやってこうやってこう、あでもこうやるとこなんか本当は混ぜちゃいけないんだけど、今混ざってますけどね、混ざっちゃってんだけど、まあそんなにこうやってこういうふうにかき混ぜてどん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 、私の場合は面相筆ですね、はい、天付き面相っていうんですけども、いわゆるハンコ屋さんが今ハンコ屋さん機械でほとんどやるんですけども、いわゆるやっぱ地入れっていうか富士するやつと同じものです。面相って言ってもあれですね、金に使う面相とは違います、ね、もっと全然小さい、めっちゃちっちゃいやつですか。そうああはいはいはい、それを使い、まあその使い方とかやっと分かって
よかったなと思う。インデーのな。そうそうそう。あの多分日本のにいる外国人で今インデーの知識相当高い外国人なんだ。そうやな。いいね。そうそうそう。あのテレビでね、もしもインデー好き芸人とか、うん、女優とか そういう括りがあったら今絶対に、ね、あのオファーって。私以外ない、ね。私以外ない。うん、じゃあそういうコーナー作ろうかね。そういう仕事来るかもわからない。もう一度だけあの天国家が咽頭で殺人する殺人事件のテレビドラマの監修っていうのやったことあるじゃん。そんな関係ない。シーンがあるんだ咽頭の。いや天国家が咽頭で人を殺しちゃうっていう。でもいやでもあれでしょ、その天国のシーンとかの監修とか。もちろんもちろん。殺人は関係ないでしょ。殺人は監修できないですよ。でもあの一応抵抗したんだけどね、咽頭で人は殺せませんって言ったんだけど、まああの咽頭で、あなんであえて咽頭なのか、いや証拠がすごくバレるじゃないか、なんかかっこいいって感じやね。だって咽頭なんて。ローザのおまけのコーナー。いや話すことあったんやけど、うん、あった、なんか完全に頭から飛んじゃって、あ今飛んで飛んで、うん、あの因縁殺人殺人事件、因縁じゃない、天国殺人事件な。そうそう、天国殺人、因縁相当詳しくて死なないから分解できないから耐えない、まあ、死んでるように見えるやろ、何が、あ因縁で血のりね、そうそうそう、血のりね、なるほど、そっちかそっちか、殺人じゃないな、死んでないからな、それで、うん、頭がいっぱいになっちゃってさ、うん、いっぱいになっちゃって都内引っ越してきて1ヶ月ぐらい経ってたんやけど、10月の頃ね、そう、うん、あのまあようやくちょっとあの落ち着いて、いま、うん、だにカーテンは買ってないんやけど、はちょっと待って、カーテンは引っ越してまず考えない、いやあんた例えばさ、あの女の人なんだから着替えとかさあるでしょ、いや違う、だからその見えないところで着替えてるよ、でもわかんないけどさ、いやいや、カーテンとかよりこたつの方が大事やろ、だから普通はカーテンが先でしょ、いやいやいや、なんでこたつなの、だってね、普通にわかるよね、日本人だったら、それ前回も言ってたよ、そういう思い出した、こたつって、あ、じゃあちょうど買ってた時やったな、でこたつで買ったの、買った、で、どうなの、超気持ちいい、最高、あれ海外にさ、こたつとかって売ったら売れると思う、海外、いや多分あのもう海外やったらもうあのなんていうの、セントラルヒーティングっていうのがあって、なんだそれ、あの北海道にあるやつかな、要は部屋全体があったかいんだ、そう、部屋っていうかまあ家全体的に、うん、あの部屋全部こう、はいはい、飛ばすの、うんうん、その空気をね、あのだからそういうここだけのこたつが必要じゃないかもね、あでもすっごい電気代っていうかなんかかかんだろ、言ってるんよね多分、だってそれこたつなんて自分のとこだけだから最低限でいいやん、うん、そうね、だから例えばね、不景気でお金がない人はこたつを、うん、ぜひこたつねこたつ、今椅子のやつもあったでしょ、でもやっぱりあの出たくないよね、こたつに入ると、うん、はい、ずっと出たくなくなる、うん、あれしてる、あの、うん、洗濯物をこたつでこたつでいいだからな、いやなんかさこうまあかけてもいいんやけど、うんうんうん、こう物によってこう硬くなることもあるやん、うんうんうん、その、あの空気、まあまあ、そのままで乾かすとさ、はいはいはい、でこたつの下で、うん、あのに入れるともうすごい柔らかい気持ちいいまんまで乾いてくれるっていうことを、何でした私のコーナーでした、はい、あ来月いつ、あの来月、25日予定です、来月は、あじゃあ私おらんわ、私3月ぐらいかな、はい、多分、それでは、はい、来月の25日皆さんまた、ぜひ見てください、はい、それではバイバイ、おやすみなさい、バイバイ。